友人とタピオカミルクティーを買いに行った時、看板に直蘭と書いてありました。私は文字を嵐と読んでしまいましたが、早速友人に見直しですよと言い直されました。また仕事の関係で日本人の方に電話し、名字も読み間違えて恥をかいたことがあります。服部と読むはずだったのに福部と読み間違え、みんなの笑い者となってしまいました。そこで私は日本人の名字をしっかり理解することを決めました。今日はこの場で名字を調べているうちに発見した名字のちょっとしたうんちくを皆様と分かち合いたいと思います。名字、この二文字の漢字は中国語の場合は名字で姓と名前の両方を指しますが、日本語では名字はただ家族の姓を指します。昔日本人の名字は天皇から恩賞として授けられたものしかありませんでした。一般の庶民は名字はなく、貴族、武士だけ名字がありました。明治以降、戸籍作成するため、すべて日本人について名字を名乗ることが義務付けられました。その時、多くの日本人がどんな名字をつければよいのか分からず、とっさに思いついたものや大自然の見聞きものなどを名字として採用したため、珍しい名字が数多く存在するようになったと言われています。当時の人々の生活環境はほとんど大自然に囲まれていました。したがって大自然にちなんで名付けた人々が多かったようです。例えば山本、山下、山岡、高木、青木、鈴木、松本、松下、松岡、森本、森下、大森、小森、森田、池田、石田、前田、桑田などなど自然環境の名字があります。でも全ては大自然に恵まれたところではなく、荒れ地だったこともあるため、あらという字で名字をつける人も少なくありませんでした。例えば荒川、荒木、荒田、荒本、荒尾、荒井、荒辻などがあります。そして野外にお墓があちこちにあったので、塚に漢字の名字、例えば飯塚、塚本、大塚、小塚、長塚、平塚、塚山までもあります。その他、あ、さらに日付が名字になったもの、例えばあら、つぼみ、ほずみなど、ひふみ、みくみ、なごみなど数字が名字になったものもあります。その他、猪俣、我孫子、御手洗、砂糖、醤油、味噌などちょっと変わった面白いそうな名字もあります。日本人の名字は30万近くもあると言われています。多いのは確かですが、全世界で一番名字が多いのはなんとアメリカの160万なのだそうです。中国の人口の数は多いのですが、名字の数はそんなに多くはありません。韓国の名字は30万300しかないので、一番名字の少ない国です。ところで全世界で一番名字が全世界で一番人口が多い名字はどの名字でしょうか。答えは D
です。台湾をはじめ中国、韓国、シンガポール、そしてベトナムでもリという名字をつける人々が多かったようです。皆様、名字の由来、種類、ランキングなどをたくさんお聞きになり、名字に対する好奇心がちょっとだけ湧き上がってきましたでしょうか。私たちの身の回りにはいろんな面白いことがあります。一番大事なのは好奇心です。好奇心があるからこそ、たとえ名字のような些細なことでも学習することを通し、生活の面白さと楽しさをもたらし、私たちの人生をより豊かにすることができるでしょう。以上、ご清聴ありがとうございました。